はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、こちら健康診断の結果です。もう27歳、もう10月になったら28歳になるわけで、まあここら辺でね、体にね、不調の一つや二つあってもおかしくないぐらいになってきたなと思って、少しずつね、こう健康診断の結果見るのがね、ちょっと怖くはなってるんですけど、はい、ちょっとね、見てみました。でね、そこでね、ちょっとね、今までね、嘘じゃないんですけど、ちょっとね、見栄を少し最近張ってた部分もね、皆さんにね、こうご紹介したいと思います。ということでね、こちらが健康診断の結果です。で、判定基準ね、こちら見ていただくと分かりますように、 A が正常、 B わずかに基準値から外れてる、 C 経過観察、 C1C2D1D2E っていうね、こういう風になってます。で、まあね、こっちの欄からまず見ていきますと、このね、もう早速ね、僕がね、見栄を張っていた部分ご紹介します。こちら2017年4月3日ということで、ここ身長が173.5 ということで、なんとマスオ、今までね、ずっと174センチって言ってたんですけど、はい、173.5センチしかありませんでした。でもね、これね、嘘じゃないの。俺、学生時代は本当に174点なんかあったんですけど、去年ね、2016年ね、5月30日に測ったら 173.8 で、あれちょっと縮んだなとか思ってたら、さらに縮んでんの。もう体重じゃなくて身長縮むのかなと思ってね、ちょっと怖いんですけど、これ、173センチです、僕。残念。まあ、意外とね、マスオと会うと身長あるんだねって言われたりしたりはしますが、ちょっとショックですね。身長縮んだっていう。でね、体重が 67.3 っていうことでちょっとあるんですが、まあ、これ4月なんで、今ね、66とか5ぐらいですね。ちょっと痩せました、こっから。はい。で、こんな感じ。標準体重が 66.2 なんだけど、ちょっと太ったねっていう。肥満度が 1.7。まあ、大丈夫だと思います。で、腹囲が77センチ。これどうなんでしょうね。わかんない。うん。多分大丈夫でしょう。85センチ未満っていう。うん。なんでね。はい、大丈夫でしょう。で、聴力眼科は、まあ、コンタクトつけて 1.2 あったんで十分かなって感じですね。こちら、肺に特に異常なし、さらに右に移動すると、肝、胆、水経っていうね、まあ、なんて言うんですかね、こう、よく肝臓はね、体の工場って呼ばれますけど、いろんなものを分解したりするところですけど、ここはね、もう A で、もう問題なし。問題ないね、全然ね。はい。で、腎臓ですね。まあ、体のなんか、ろ過するイメージな感じかな。ろ過っていうかな。まあね、昔授業で習ったんだけど、まあここもね、問題なしということでですね、まあここまではとりあえず OK。で、問題があったのがこちらの2枚目。この部分見るとね、赤く見えますでしょうか。で、これ何かと言いますと、こちらですね。糖脂質系ということで、まあ、LDL コレステロールっていうのが、ちょっとね、基準値より大幅に高くなってるんで、これね、ちょっと気をつけてくださいっていうことですね。まあ、C なんで、C は、ま、経過観察を必要としますっていうぐらいなんで、まだ大丈夫かなって感じなんですけど、まあ、標準値、基準値が60から119の中で、まあ、143っていうことで結構高くなってますね。まあ、これ、肉とか、そういうもの食べてると上がる。なんで、魚食べてくださいってことなんですけど、これ高いと、まあ、動脈硬化って言って、動脈とかが硬くなっちゃって、で、血管切れてプチってなっちゃうよっていうね、そういうことなんですけど、はい。まあ、これね、小学生の時もね、僕少し高かったイメージがあるんで、だからそんなに高くてもまあいっかっていう感じではあるんですけど、ちょっとね、ここ最近ダイエットでお肉ばっかりずーっと食べてたから、まあ高かったんだろうなーっていうのはね、あります。こんな感じ。まあただうん、魚これから食べるようにしよっかなっていう、そんぐらいの気持ちですね。で、糖尿は全然大丈夫。あ、ちょっと上がってんな。 4.8、5.2 って 5.5%、 ちょっと気をつけた方がいいな。
糖質ね、糖質取ってないんだけどな、あんまり。はい。で、血液系は、まあ一応大丈夫ですよね。白血球でしょ？赤血球も全然大丈夫な値だし、血圧は116-74。まあちょっと上のね、最低血圧が若干上がりましたけど、はい、こんな感じです。で、心電図のところにですね、こちら、動静不整脈ありってなってるんですけど、これはまあ、ちょっとね、どうなんだろうね。まあ大丈夫だと思うけど、はい。はい、ということでね、僕のね、健康診断の結果はこのような形になりました。まあね、おっきいこう、問題はなく良かったんですが、やっぱりね、もうこれからね、いろいろ気をつけていかなきゃいけないなと思って、これから魚、たくさん食べるようにします。そしてね、身長。やっぱ男だったら大きくありたいなと思うところなんですが、仕方ないね。 173.5cm のマスオで今年頑張ります。はい、ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。皆さんもぜひね、健康にはお気をつけください。以上、マスオ TV でした。バイバイ。